ただいまより第16回文化庁文化交流士活動報告文化庁文化交流士フォーラム2019を開始いたします文化庁では芸術家文化人など文化に関わる方々を一定期間文化交流士に指名し世界の人々の日本文化へのより深い理解につながる活動や外国の文化人とのネットワークの形成 強化につながる活動を展開しています平成29年度までに延べ133人と26組を82カ国以上へ派遣しています本日は平成29年度の文化交流士である5名の報告会となりますまず初めに主催者を代表いたしまして文化庁長官宮田良平よりご挨拶申し上げます 宮田長官よろしくお願いいたします、えー、ありがとうございます本日はお寒い中ようこそ東京国立博物館へ 館長もお入れになっててていいいいただいててありがとうございます、えー、今司会の方からご説明があったとおりでございますが文化交流史というのはですね、えー、日本のいろんなジャンルの幅広い芸術家文化人をですねしかも一流の文化人を世界に交流史として文化を運んでいただく。 そしてその後そちらのいろんな国の素晴らしい文化をまた持ってきてもらうそれによって世界中が地球の中で文化の絆を作っていくということができるわけですまさしく今ありがとうございましたエレキギターじゃなくてよかったです <laughs> えー、いい音ですね ええ、あのもちろん先生もそうなんですが最後にはるかさんの「プロロン」っていうのはねぜひあのいだてと一緒に皆さんで聞いて「ああの方が」って思うと「がっかりしないでください」とかってやそんなこと言っちゃいけないですね、えー、楽しんでいただけるというふうないろんな幅広い交流をしてきていただいているというふうに思います。えー、私は実は実、あのー この上野の森行きますとですね、ワクワクするんですね実は、えー、私隣の東京芸大に50年間いたもんですから、えー、まさしくこの上野の山というのはですね文化の発祥でもありながら世界に発信していく場所であるというふうに思っていますで、そこでこの東博さんの場所でですね五人の交流地の皆様に報告会をしていただくで、皆様はぜひ、えー、お聞きいただきたいのは 皆さんもなるほどと思って今度は皆さんが世界に発信していく行商人の一人になっていただければありがたいと思うんです私自身も実は短金というものを作っている人間ですのでとはいえ今は文化庁のお仕事でやっていますがそれはどちらもですねものを伝える心を伝える感動を伝える美しさを伝える。 そして悲しみをも伝えることができるとそういう役目でございますので、えー、今日ここにおいでの皆様ぜひ、えー、5人の文化交流士と同じような気分になってですね今日の報告会をお聞きになった後に、えー、そうだ私も我が家へ帰って今日の感動を伝えよう明日は隣の人に伝えていこうというようなことをしていきながら連携が取れたらこんないいことはないのではないかと思っております。今日は あの外務省の方国際交流基金の方そして各国の大使館の方も大勢おいでになってくださっていると思います本当にありがとうございますぜひ皆さんと共にですね日本文化の素晴らしさ奥,奥深さというものをですね感じていただけるとありがたいというふうに思っております、えー、そして、えー、これから報告をお聞きに、えー、なってですねうん、うん、そうか というような気分になっていただけたら幸いかと思っておりますではよろしくお願い申し上げます失礼いたします宮田長官ありがとうございました